南向き？南向きです。民家あるね。あります。人んちだね、これ。こっから人んち。あのね、鉄筋コンクリート像でこの伝統民家の形式で作ってる民家ってのある。そうですか。これあのね、こういうひさし、屋根がフラットで、でひさしがこうビュッと出てて、あ、これはこれ、それにこれは上屋根だけど、こういうふうにあの柱がパイプでね、立ってるっていう。これはね、鉄筋コンクリートじゃないと思う。あ、鉄筋コンクリート像か。そうです、ね。もう屋根はこれ、ね、普通の屋根をやってるけど。上はでもなんか、フラットルーフ。これフラットルーフじゃないかな、元は。あ、その上にも。そうそう、屋根くっつけてるだけかもしれない。日差しをでもつけたんじゃないですか、とか。これそうかな。今 RC だよな。RC で、はい、RC のフラットルーフで、その構成一緒っていうのがあるよ。民家がありますね。これでガンガンに水の中と通るときはこの感じわからんもんな。それは怖いわ、ね、こんだけかな、集落。向こうにもあるよね、前に。じゃあこの家も木造で壁だけ RC にしてる。あ、そうだ、中そうだ、木造だね。中ね、あの柱がね、はい、そういうことですか。壁を補強してるの。いや、暑いなこりゃ。サンドバッグですか。娯楽ですか。小学校。ここが小中。で、小中学校。本当ありますね。お。ブロック貧富。ブロック貧富。こっちが小学校。これもこれサトウキビでしょ。サトウキビ畑ですね。畑というか使ってんのあれ、これやってんの。サトウキビが伸びきってるって感じ。伸びきってるね、きっと。きっと。まあでも手加えてるのかな。そうだね。なんか揃ってますね。やってそうだね、ちゃんと。海抜豪邸のみんな。昔水がないでみんな島だったんですね。そうだったね。なんか生鮮が全くないって書いてある。井戸。ここは今引いてんの？引いてると思います。引いてるんじゃないですか、パイプで多分。
ちゃんとね、小中学校があるんだから。さあ、どうしようかな。これ終わっちゃったな。この先に、なんか行ってみるか。あの謎の建物。あれは廃墟だよね、絶対ね。なんか昔の工場かは本当に大きいですか。あれ、以前の何もある？あるね、あるね。あります、あります。セリ客との間のとこじゃない？そうです、そうです、ね。その辺りに。あ、ここにあるんだ、いっぱい。お墓が。うん。ここでなんかこうやるんでしょ？この中に入って、あの、いろいろご飯食べたりとか。やっぱりすごい飲むんだね、またね。また飲む。食事がすごく大事というか。うん。何にでも神様がいるっていうんですよ。食べ物もそうだし、火とか火だったり、火だったりとか、無風ですな。本当に暑いですね。あ、あれがバナナです。おお、バナナ。昨日配ってたのはあれ、島のバナナ。いや、わけじゃないよね。いや、あれは買ってますね。買ってるよね。はい、あれ美味しいんですよ、でも。あそこになってるバナナって。うん。まあ、なってます、ね。それでね、それで生きてました。勝手に取ってきて。それ野生のバナナ。野生のバナナを。悪い、あ、廃墟じゃありませんね。これじゃ、あ、廃墟になってますね。廃墟にはなってます。なってますね。何でしょうね、これ。やっぱり製糖工場かな。あ、ちょっと待って、廃墟じゃないぞ。あれなんか家畜とかじゃないの、あれ。そうです、あれ本当だ。この豚小屋というか。あ、いるいる、牛がいる。え、牛じゃないか、あれなんだ、豚か。あ、本当だね。牛じゃないです、牛か。牛がいます。ああ、そうなんだ。しかもこれ餌場ですね。あ、餌場か、これ。これ餌場です。あ、そういうことか。あ、じゃあここがこう牛小屋というか牛の屋だったのかもしれない。うん、そうかそうか。うわ、壊れちゃってるな。なるほど。ということでした。牛に出会えたという。牛に出会えてよかった。名もなき浜？名もなきビーチ。波なきビーチ。できた。カメラを出すと降り、カメラを出すと降ってくるのか。降ってきちゃう感じが。これ引いてんのかな、これ。あれが、潮が。ちょうど引いてるんじゃないですかね。うん、すごいねこれ。